どうも、ひらまです。本日は2024年2月に買ってよかったものを紹介していきます。紹介したアイテムで気になる製品があれば下の概要欄にリンクを貼っておきますので、よければチェックしてみてください。では行ってみよう。2024年買ってよかったもの、まず1つ目がこちらのインフィニティキューブです。なんでインフィニティキューブを購入したかっていうと、デスクで映画や動画コンテンツを楽しんでる時に手持ち無沙汰になることがあって、常に手の中でいじれるものが欲しかったんですよ。他には考え事してる時や会議中などリモートワークで活躍する場面が多いと考え購入に至りました。インフィニティキューブを使ってみると、これもう本当にやばくて、一度手に持つとやめられなくなるんですよ。片手で永遠にカチカチしちゃいます。さらにこのアイテム使ってると、いかに早くカチカチできるかっていう脳内麻薬が出まくりで、非常に気持ちいいんですよ。あと単純にですね、インテリアとしてデスクに置いとくのも結構いいですね。1点だけ注意点があって、リモート会議で使うときはマイクに注意してください。あまりマイクとインフィニティキューブが近いと、こうカチカチする音聞こえちゃうんで、可能ならマイクから離してカチカチするようにしてください。業務中にこんなものいじってていいのかと言われるところと悩みどころではあるんですが、触ってると心なしか集中できるんですよね。なので考えが結構まとまったりします。ちょっとしたおしゃれなストレス解消グッズなので、僕のようなリモートワーカーはぜひ一度手に取ってみてください。次に購入してよかったものが3話ダイレクト収納ラックです。この製品何のために購入したかっていうと、フィーオ K9 っていうダックですね。今までデスク上に設置したんですが、こうデスク上をですね、ちょっとスッキリさせたいなと思って購入しました。天板裏に設置できる収納ラックなんですが、フィーオ K9 のサイズ感ととてもマッチしてるんですよね。ほぼ純正品じゃないかっていうぐらいジャストフィットしてますよね。この収納ラックを導入することによってメリットが3つできました。まず1つ目がデスク上がスッキリする。2つ目に天板裏にフィーオ K9 を設置したことによって手元でボリューム調整ができるようになったんですね。デスク上にあるとどうしてもこう手を伸ばしてフィーオ K9 を操作する必要があったんですが、これからはもうデスク下にフィーオ K9 があるので音量調整もすぐにすることができます。3つ目のメリットがイヤホンジャックも手元で使えるってことですね。こちらもボリュームダイヤルと同じ理由なんですけど、デスク上にフィーオ K9 があるとケーブルもいちいちこう伸ばさなきゃいけなかったんですが、これも手元でイヤホンジャックが抜き差しできるのは結構メリットが大きかったです。フィーオ K9 って結構サイズ大きいんで設置場所困るとは思うんですけど、この3話ダイレクトの収納ラックを使えば天板裏に綺麗に設置することができるので、とてもおすすめです。かなりフィットしているので見た目も相当いいですよね。ちなみにこの3話ダイレクト収納ラックは A4 タイプと B5 タイプがあるんですが、フィーオ K9 がぴったりハマるのは B5 タイプです。もし同じ使い方をするのであれば、ぜひ参考にしてみてください。次に購入してよかったものがブラックリメイクシートです。デスク周りの壁を黒くするために購入しました。今までこう吸音材貼り付けてたんですけど、どうも吸音材だと白い壁がチラチラ見えたりとか、将来的にですね、この壁に棚とかデジタル窓っていうんですかね、こういうの設置したいなと思って、吸音材のままだとちょっと設置が難しいこともあり、壁紙へ切り替えました。予算も抑えたかったので Amazon で探してると、そこそこ安価で物が良さそうなこのブラックリメイクシートにたどり着きました。このアイテムはシールタイプの壁紙なので、壁のりなどは必要ありません。壁に綺麗に貼り付けてカットするだけです。デスク周りの壁がそこそこ広いので貼り付けるのにちょっと苦労したんですが、自称職人である妻に手伝ってもらって、そこそこ綺麗に貼り付けることができました。部屋の雰囲気をガラッと変えたい方にはとてもおすすめです。次に紹介するのは俯瞰撮影用に購入したアイテムです。いくつかあるので一つずつ紹介していきます。まず一つ目がベルボンエレベーター付きクランプキットです。この俯瞰撮影環境を作り込むための土台部分になっていて、一番重要な部分です。厚み 45mm までのテーブルなら設置可能なクランプ式ですね。テーブルに傷つけることなく設置できるのがとても嬉しいところです。しっかり固定してくれるので使い勝手もかなり良いです。お次はベルボンエレベーター付きクランプキットと一緒に使うスリックスライディングアームです。このアームを使うことでカメラの俯瞰撮影を可能にします。角度や長さの調節が可能で、この見た目からは想像できないほどかなり強い力で固定することができます。こういう機材使ってると心なしか写真とか動画撮影が上手くなった気持ちになりますよね。先ほどのスリックのスライディングアームだけだとカメラが自由にこう角度を変えることができないので、自由雲台も購入しました。僕が購入したのはウランジ U70 という自由雲台ですね。ウランジ製品は個人的にもかなり好みで、この U70 自由雲台に関しても作り込みがしっかりされていて安心して使うことができます。ボール部分を固定するダイヤルの質感が特に良くてですね、使っていてとてもテンションが上がります。俯瞰撮影環境を構築するのに
購入したアイテムで、最後に紹介するのがウランジ F38 回転ズレ防止プレートとウランジクイックシューベース F38 です。こちらのアイテムはカメラの着脱を簡単にしようと思い購入しました。俯瞰撮影するための雲台にカメラを設置したり、今この使っている三脚ですねにカメラを設置したりとか、こう頻繁に変えたりするんですけど、これが結構めんどくさかったんですね。そこで購入したのがウランジ F38 のプレートとクイックシューベースです。この2つがあることによってカメラをスライドしてこう着脱することができるようになったので、かなり取り回しが良くなりました。僕はそこまでカメラ機材とか三脚たくさん持ってるわけではないので、カメラ用にウランジ F38 回転ズレ防止プレート1つと、俯瞰撮影用の雲台と、こちらの今使っているミニ三脚用にクイックシューベースを2個購入しました。ちなみにですね、このウランジ F38 回転ズレ防止プレートなんですが、富士フィルム X-H2 だと回転ズレ防止プレートの部分が全く使えないので注意してください。よくよく後で製品仕様を見てみると富士フィルムのカメラが入ってなかったんですよ。なのでもし購入する場合は回転ズレ防止プレートは買わないようにした方がいいです。僕はちょっと失敗したって話ですね。この俯瞰撮影環境をサイドテーブルに組み込みました。このサイドテーブルもまた良くて、昇降式でかつキャスターも付いてるので移動も楽ちんなんですね。なので擬似的な三脚として使うこともできます。しばらくはこのサイドテーブルの俯瞰撮影環境を使っていきたいと思います。はい、こんな感じで2024年2月に買って良かったものの紹介を終えたいと思います。当チャンネルではこのように僕が購入したり気に入ったアイテムを紹介しております。もしよろしければもう一本動画を見ていただけると幸いです。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。